で、スリーベルトなんですけど、まあ、ここが、1、2、3、500メートルおきに作ってあります。ここが TO2 の1、2、3で、ここはですね、1、2、3、500メートルおきに作ってあって、この真ん中が中目黒脱線事故。2000年のですよね、ここですよね。ここが中心って500メートル、500メートルになるんですよね。ここが TO2 のスリーベルトで、こっちが、ほうが新しくてですね、この校門の、まあ、市役所、行徳署の前ぐらいが、TO1 の、真ん中ですよね。で、500メートル、500メートル。この500メートル、ここに丸越とか、その弁天公園があって、猫ちゃんがいたりですね、ここをマーキングしてました、地震の後はですね。で、まあ、幽霊がいっぱい出るって話なんですけども、この2000年のですね、中目黒脱線事故、ここにあった時にですね、このちょうどここですよね、Y 字のところですね。で、ここからですね、ここの恵比寿駅、これは JR なんですけど、ここに、地下鉄があって、サブウェイですよね。恵比寿ステーションがあってですね、で、トイレがあって、で、ここからですね、この中心の事故のあったところから測ってみますと、まあ2センチ、これでちょっと見ると、ただこの2センチちょっとですよね。それで、ここの中心からですね、2センチちょっとっていうと、ちょうどこのオリンピックっていうホームセンターになるんですね、ここが。まあ、これを中目黒、TO1 をですね、TO2 にしたら、ここはセンターで、中目黒ステーションで、ここが恵比寿ステーション、サブウェイのですね、日比谷ラインのですね、ちょうどこの、オリンピックの、ホームセンターの、駐車場ですね、パーキング。ここが、恵比寿駅の大体トイレになりますね、ホームの、プラットフォームの上の、女子トイレですね。で、ここが、その、まあ、このセンターの中目黒脱線事故、中目黒ステーションってことになりますよね。で、ここなんですけれども、この不思議なんですけども、2000年の、ここでですね、2000年の3月8日朝9時1分に、もしかしたら沖石とかでですね、脱線したかもしれないですよね、何かあって。まあ、一応、台車が浮いたってことになってますけど、いろいろインターネットとかで見たらですね、まあ、本当のことはちょっとわからない。で、1年半から後からですね、ここの、まあ、日比谷ラインのですね、プラットフォームの上のトイレで、ものすごい快音が、轟音が鳴って、まあ、工事をしてるんじゃないかなと思ったぐらいだったんですけども、私だけじゃなくて、いろんな方がですね、個室を見て誰もいないのに音が鳴っているっていう、なんですけども、それが2000年ですね、3月、2001年の、7月、8月頃で、その後、もう5、6年かけてですね、私は毎月しかそこに行かなかったんですけれども、恵比寿駅には。もしかしたら毎日鳴っていたかもしれないんですよね。私は月1回、美容院に行っていて、確認してるんですよね。もう、1回、2回鳴るんじゃないんですよね。バン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 ってずーっと鳴らしてるんです。で、気づいてそのトイレは、ここを覗くと音が止んで、また離れると鳴るっていう。まあ、そこがですね、ここの、恵比寿、これ JR ですね。ここのところですね。2.5センチぐらいのところかな。ここですよね。なんで、もう一つ不思議なことですね。この5両目と6両目の、確かこの中目黒脱線事故っていうのが6両目の先頭で亡くなったっていう、ここからの菊名からこう来る東横線のですね、ワインレッドのトレインですよね、東急東横ライン、そこの方が5人が亡くなったっていう、2000年の。で、たまたまなんですけども、その都心のですね、ちょっとこっち行きますとですね、たまたまですね、この丸ノ内線の大手町から、新宿方面の電車に飛び乗った時、2006年だったと思うんですけども、6両目で、たまたま飛び乗ったら1つしか、
席が空いてなくてお昼だったと思うんですけど、サラリーマンで混んでてですね、丸の内線で当時6両しかなくて、一番最後のに飛び乗って、そしたらその進行方向に向かって、あの一番先頭の右側のに一つしか空いてなくて疲れて座ったんですね。で座ったと思って右を見たら、あの、まあ、その心臓にペースメーカーをしていて、そのスマートフォンがですね、携帯がその悪いから電気切ってくれって言われて、で、あ、すいませんって言って見たら、そのおじさんがですね、ここのホームセンターのここですよね、オリンピックの中でつい、あ、その丸の内線で、あの右を見てそのおじさんだと思ったちょっと前ですね、あのこのオリンピックの中でですね、このホームセンターの中で、あ、ティッシュペーパーを買おうと思って、まあ、手に取ったらですね、左に、まあ、左、あのほとんど平日の昼まで誰もいないんですけども、自分の左にあの気づいたらいて、あのじーっと見てるんですよね。で気持ち悪いと思って、あのそういう人いないじゃないですか。でそのおじさんですね、50ぐらいの和田弁みたいな人です。でニヤニヤして見てたので、なんだろうと思ってたら、その後日ですね、その2006年にですね、たまたまその用事があって、この丸の内線の大手町駅から飛び乗った時に一つしか席が空いてなくて、あの12時台だったと思うんですけれども、ただ今度は右側にいたっていう、うん、でそれがですね、どうしても説明がつかなくてですね、いろいろ調べてるんですけども、どうもそのこの地図のね、スリーベルトっていうのが、あの関係してるようなんですよね。あ、そうです。それでですね、このオリンピックの中にいた、左側にいた人と、このホームセンターのオリンピックの中にティッシュペーパーを買おうと思ったら、まあ、左にいた方がですね、こっちではその右側にいたっていう、まあ、一つしか席が空いてなかったんですけど、それが2006年秋だったと思うんですけれども、その頃ですね、まあ、あのちょっと前後して、その2005年の12月23日か24日にこの地下鉄サブウェイのですね、その万字ですよね、あのヒトラーのその鍵十字みたいなですね、ちょうどこの飯田橋ステーションですね、うん、ここですね、ここにベッカーズっていう JR 系列のファーストフードがあって、たまたまその祝日ですから12月23日ですね、2004年の夜8時から9時頃ですね、寄ったんですね。ただちょうど、まあ、祝日でガラガラで、あの2階にその和田弁みたいなおじさんがいて、くるって振り返ったらそのおじさんと私しかいなかったんでびっくりしたんですけど、まあ、それがメディアリングかなって、もう私が言ってるのはですね、先日そのまあ、空いてる東京の地下鉄っていうのは古くてですね、たまたま飛び乗ったら一つしか席が空いてなくて、まあそこに座るか座らないかっていう、それがまあ今まあ都市で伝説化してるわけですけども、まあ、外国人も混ざってですね、アメリカ人とかイギリス人も混ざって、だからあまりほとんどの方がですね、地下鉄の日本人から乗らなくなってしまって、でそれがですね、ずっと続いてるわけですよね。だからここの丸の内といいですね、まあ、ここのその中目黒のその地図といい、この地図といい、どうしてそういうそのぴったりですね、このスリーベルトとですね、こっちのが行徳のが新しいんですけれども、どうしてそういうことが起こるんだろうっていう、だから土木関係の方、ゼネコンとかですね、まあそうじゃなくてもその建築関係の人、例えばお洋服とかですね、私は別に女性なんで、お洋服とかそこまではですね、だいたい女の人だったら、その女性だったらですね、お洋服とか好きな方が普通ですよね、お化粧とか、だからそんなにあれは思わないんですけど、建設関係というのがですね、なんかその、まあ、地下鉄でですね、サブウェイでですね、一つしか空いてないっていう、その、まあ、昔のイギリス人の方がですね、英語の先生が言ってたんですけど、東京にはその、東京では
3つか4つぐらいのメディアリングがあって、まず交代で撮ってるようだと、私はその時はっと思ったんですけども、まあ、それ先生が言ってたのはですね、オーストラリアの先生だったんです。金髪の青目ですに、まあ、日本語学科で出てたんで、オーストラリアの大学のですね、女性の方で、なんでその、まあ、日本語を頼んだったんですけども、で撮ってるようだっていうのがですね、その、まあ、不思議な都市で、あのちょっと幽霊じゃないかっていう都市伝説のですね、まあ、混んでる電車に飛び乗ったらたまたまですね、あのそしたらそのまあ一つの車両の中で一つしか席が空いてなくて、あの座ったらあのなんかそのそういうそのそういう都市伝説があるみたいですね。だからそのまあそこはそれが何なのかなって調べてるんですけども、だからその和田めみたいなおじさんですね、だからあの丸の内線の6両目乗っていたとか、それが何なのかなと思って、でも大体そのそういうあのスマートフォンとかなくてもですね、あの気持ち悪い話っていうのはその噂で広がっていって、でほとんど日本人が、あほとんどの方がですね、なんとなく鉄道って古臭くてですね、そういう話が多いんで、もうあの乗らないって言って車を買う人が多くなった、車で移動する方が多くなったんですけども、そうするとですね、乗り物のにあの横にあの動く乗り物に乗らなくなったら、今度はですね、地震以降ですね、ここ2012年頃からですね、たった3年ぐらいでその日本列島全国にですね、タワービルディングがですね、オフィスビルですよね、30階40階とか、まあ、100メートル何百メートルっていう、まあ、1000棟建設してしまったという、まあ、それ地震対策でもあるんですけども、それが何なのかなって、その、まあ、新幹線とか電車とか誰も乗らなくなってするんじゃなくて、縦に要するエレベーターですよね、あの超高層ビルの、高さ、何百メートルっていう、なんでその、 あのエスカレーターのエレベーターのですね、まあ、電車は10両が大体6両から10両がほとんどですけども、6階から10階の上、それが何なのかな、なんかその辺りがですね、私はちょうど建築家じゃないんで分からないんですけれども、まあそういう彼らです、長谷工とかその大手ですよね、清水建設とか、まあいうその方々に、設計士の方々のですね、チームのですね、なんかそういう独特のルールがあるみたいですね、この地下鉄だから、そういう方今でもそういう方、不思議な方々がいっぱいいて、あの毎日疑問に思ってるんですけども、だからこういうその、 あのミニ EU っていうかミニヨーロッパ作ってしまったので、ここ東京にそういう方々がまだその終わってるんじゃなくて、まだいる、あの、まあ、次から次へと新しいあの